アンテオサウルズは、古生代ペルム期中期末キャプタニアン期に生息していた、タンユミ類の絶滅した属。タンユミツナ十ユミ目ディノケファルスア目に属する、大型の捕食者である。学名は、初期のオトカゲノイ。体長は4メートルを超えると推定されている、大型肉食動物。感覚としては、ホッキョクグマに近いサイズ。それまでに現れた、肉食性。 単弓類の中では最大級となる種の一つであった。最大で頭蓋長約80センチメートル。その頭骨は鼻から眉の上にかけて骨が分厚く隆起している。これはディノケファルス類全般に見られる傾向である。これは主に種内闘争のため使われたとされているが、アンテオサウルスの場合は獲物に対しても言っていた可能性がある。 頭骨には、ディラノサウルスとの共通点が見られ、荒々しい狩りを行っていたと推測されている。ディノケファルス類の例に漏れず、本種も、摂取と剣士が頑強な作りになっている。さらにアンテオサウルス浄化の共有派成形質として、摂取の根本の内側に、摂取卿と呼ばれる段差が発達していた。一方で、剣士以降の歯は数、大きさともに減少。 縮小していた。顎の関節は基盤的なディノケファルス類に比べて後方へ移動している。肉食動物とされているが、後のゴルゴノップス類やテロケファルス類に比べると肉食への適応度合いは劣っていたらしい。胴体の化石はあまり良好なものは見つかっていない。しかし断片的な情報から万竜類を思わせる長い尾を生やしていたらしい。 やや華奢な獅子を持っていたらしいと思われる。より原始的な、リノケファルス類であるエステメノスクスの化石に何らかの、線らしきものの痕跡が発見されたことから、アンテオサウルスでは体毛を獲得していたという説も、ある。それに基づき、縦紙を持った姿で復元されることもあるが疑問が、残る。主に陸生動物で、森林や、氾濫源を住みかとしていたとされているが、 淡水性であったとの説もある。肉食で、他の大型ディノケファルス類を獲物にしていた。筋肉質な体と分厚い頭蓋を用いて、頭突きをしていた可能性がある。ペルム紀前期末に、それまで繁栄していた、陸生の両生類や、万竜類が何らかの大規模な環境変化で衰退、絶滅していくと、それに乗じて、ディノケファルス類は台頭した。 中でも肉食性のアンテオサウルスは、ペルム期中期の頂点捕食者となった。だがやがて、アンテオサウルスも火山期の終わりが近づくにつれて起こった、何らかの原因による環境の急変の影響を受け、衰退、絶滅した。また厳密な前後関係は不明ながら、肉食性ディノケファルス類の衰退、絶滅と同時により、小型で機動力に富むゴルゴノプス類のような、 獣派類が対等していく。こうした、獣視類が勢力を伸ばす一方、ディノケファルス類では、植物食へと植生を変化させていたものが発展、繁栄していた。モスコプスなどのタピノケファルス類がこれに当たる。ペルム期中期が終わる2億6000万年頃には、PT 境界絶滅事変の前哨とも言うべき、環境激変による、中小規模の大量絶滅事変が、 地球規模で起きていたようであり、やがて植生を問わずすべてのディノケファルス類は姿を消していくことになった。植物植生のディノケファルス類の絶滅後、そのニッチはティキノドン類やパレーアサウルス類などに引き継がれていった。若いアンテオサウルスの個体の頭蓋骨は、多数のディノケファルス類の化石が発見された、南アフリカ共和国先ケープ州より大量に出土している。 他の4種のアンテオサウルス科はロシアの異臭母で発見された。アンテオサウルスは南アフリカにおける唯一のアンテオサウルス科の捕食者であった。ありがとうございます。